はい、こんにちは、アサリです。今回は留学士の新キャラミナカとイベルカーナ、こちらの組み合わせで遊んでいきたいと思います。行くのは裏異形ですね。列を組んで、あとは平積んでいいかな。よいしょ。コンボ数がね必要なリーダーなんで、はい、10コンボで最大倍率。イベルカーナが2億3000万ぐらいだったかな。昨日はね、あのココヘルケナとの組み合わせで遊んでいったんですけれども、まあ、今回はねイベルカーナと、まああのミナカのね組み合わせ、ココヘルケナかイベルカーナの2択じゃないかっていう風にまあ言われているんで、まあ、僕がね勝手に言ってるだけかもしれないですけども、まあ、大体の人がそういう認識なんじゃないかなという風に思っているんで、まあ、どっちがね強いのかなっていうのを、まあ、実際に確かめていって、まあ、なんとなくね、当たりをつけていきたいなっていう動画になります。で、まあ、この動画撮るまでに、まあ、何回か使ってはいるんですけども、まあ、ちょっとずつね、まあ、その違いっていうのが分かってきたんで、まあ、それを話しつつ、やっていこうかなと思うんですけれども、そうですね、まあ、まず倍率では、あの、イベルカーナの方が高いですね。高いんだけども、ただ、その実際に出る火力の、そうだな、まあ、平均的には、まあ、さほど変わらないか、むしろちょっとココヘルケナの方が出てるんじゃねっていう風に思ったりはしてます。そうですね、編成の段階でココヘルケナの方が火力に尖らせやすいんですよ。なぜかっていうと、まず追い打ちを考えなくていいっていうところですね。で、あとその列強化の差ですね。イベルカーナ単体の火力っていうのはめちゃくちゃ高いんですけれども、その列を絡めた時の火力っていうのが、まあ、多分ココフェルキラの方が、その全モンスター、そのパーティーの中にいる全体的なモンスターのその火力っていうのが高くなってるような印象がありますね。そうだな。その列強化っていうのはそのパーティー全体にかかる効果なんで、その合計火力という点ではココフェルキラの方が勝ることがおそらく多いみたいです。違ったらごめんね。僕の編成次第っていうところもあるけども、あとその基本的に盤面調整をするっていうのもありますかね。で、そうだな。あとそのイベルカーナは、軽減の条件が10万以上回復なんですけども、パーティーの総回復力っていうのがちょっと甘いと、4倍であってもたまに10万いかないことがあります。これは、結構ありました。まあ、今回僕、メルを連れてきてるんで、もう全然余裕で回復しちゃうんですけれども、そうだな。まあ、だからその編成の段階で何の補助もなしだと、結構ね、その割合が発動、割合じゃない、その軽減が発動しなくて、不意の割合ダメージで死ぬっていうことが、ちょっとだけありました。水属性のモンスターって、結構ね、HP に尖ってるキャラクター多いんですけども、まあ、その分ね、回復力がちょっと抑えられたりしてる場合があるんで、ちょっとその編成の部分で気をつけないと、あれこれ10万いってないぞ、みたいな。ことがちょいちょいあります。これも割合ですね。今のはで、なのでまあ回復力にリソースを割いたことで、まあちょっとね結果的に総合火力が落ちる場合があるという感じですかね。イベルカーナっていうのはまあどっちかというと、まあ、その高い HP 倍率を生かして裏異形よりかは裏三神の方がね適性が高いんじゃないかなっていうふうに思いますね。五右衛門とかのでかい先生っていうのをその状態で耐えられるっていうのはそんなに難しくないです。で、あとその倍率を決めやすいのは圧倒的にイベルカーナですね。ココフェルケナの場合は盤面に水が絶対6個必要なので、水の供給っていうのが悪いとちょっともたつく場合がありますね。で、イベルカーナの場合はそれに比べて水か闇が4つ以上、まあもちろんね6個あれば倍率っていうのが上がるんですけれども、水が4つ以上あればしっかりねコンボを組んであげれば倍率を出すことができるんで、まあ、そのなんていうのかな、駆け抜け性能っていうんですかっていう点で見るとイベルカーナの方が上かなっていうふうには思いますね。よいしょ。はいはい。まあでも個々は個々で追い打ちに回復力とか必要ないっていうところもあるんで、まあ結果的にその必要な盤面リソースっていうのは近い感じにはなりそうだけども、まあそこはね、根性持ちモンスターをどれだけ引くかっていう
ところでもありますけどね。はい、ここは浮気していく。こんな感じで水が全然なくてもそれをねしっかりつなげてあげれば倍率一応出すことができるんでね。ただここはちょっと盤面があれなんだけども、よいしょ、あ、ちょっと待って、こうして、あ、時間が足りなかった。さすがに倒せないよね。あ、無理だね。結構減ったけどこいつがやらけんだよな。あ、で、あとあれですね、毒に強いのはココです。これは圧倒的にココの方が強いです。イベルカーナはやっぱりその HP が増えすぎて毒のダメージがめっちゃでかいんですよね。うーん、だからその赤おでんとかあとゼブンとかのその毒の落ち込みを食らいすぎると復帰できずに死にます。回復力はなんだよ、補助をしなかった場合はミナカのねリーダースキルの分しか効いてないんで、まあ、互角なんで、そうなってくると HP が高いほど毒のダメージっていうのは受けやすくなっちゃうので、イベルカーナの方が毒にはちょっと弱いですかね。昨日の動画にも僕ちょっとあったと思うんですけども、毒の落ち込みからこう復帰するっていうのねあれは多分イベルカーナじゃないと、いや、イベルカーナだったら多分あれは死んでたと思います。そうですね、だからその点はまあここフェルケルの方が勝ってるかなというふうに思いますね。で、まあ、結局どっちがいいのっていうと、僕はここフェルケナを押したいと思っています。まあだからその結局その高難易度に行くっていうことを考えたら安定性がね大事になってくると思うんで、その軽減の発動条件がより簡単なここフェルケナ、まあ、76番面の6コンボなんてほとんど無条件と同じだと思うんで、難しい人いたらごめんね、僕はそう思ってるんで、まあ、サブでね、そのアマツとかゼロアとか、あとは、なんだろう、オロチとか、まあ、チェルンとか、そのあたりをね、しっかり、その HP の高いモンスターっていうのをしっかり入れてあげれば、あとはね、その持ち前の回復力で耐久っていうのはね、十分できると思うので、僕はここフェルキュナの方がいいかなというふうに思ってはいます。まあでも、ダンジョンによって使い分けろっていうふうに言われたらそれまでなんで、元も子もない話なんですけども。まあ、総合的に見て僕はここフェルケの方がいいかなというふうに思っています。はい。まあ、皆さんの意見もよかったら聞かせてください。イベルカーナにももちろんいいところはあると思うんで。フレンドをここフェルケナにしてサブにイベルカーナを入れるっていうのも面白いかなというふうに思ったりしますね。いいでしょう。まあ、もちろん好みは分かれますよ。まあ、ただ今後もっとね選択肢っていうのは増えていくと思います。その強いリーダーっていうのが登場するたびにその価値を上げていくっていうのが76リーダーの特徴だと思っているんで、まあ、今の段階でもすごく強いんですけども、本当にね伸びしろも大きく抱えているいいモンスターだなっていうふうに思います。みんなかね、見た目も可愛いんでね。はい、そんな感じですかね。じゃあ関係ない話をします。今日の、まあ、夕方頃、まあ、結構ついさっきなんですけども、まあ、近くのねスーパーに会社終わった後に、まあ、買い物に行ってたんですよ。そしたら前に勤めてた会社の上司の人、まあ、元上司の人にたまたまそこで会って、すごい優しい人なんですよ。あ、どうもお疲れ様ですみたいな、おーおー久しぶりみたいなそんな感じで話しかけてきて、で、まあ、久しぶりみたいな感じでちょっと喋ってたんですけども、ねこれは、まあ、過去に僕動画で話したことあるからもしかしたら知ってる人いるかもしれないけど、僕のその前の会社っていうのは上司のパワハラが原因で辞めてるんですよ。僕はね、そこで会った上司の人とはまた別の人ね、その人とはまた別の人と、まあ、ちょっとトラブルがあって、でそれで僕その会社を辞めてるっていう経験があるんですよ。で、まあ、なんだろう、そのパワハラをしてきた上司の人がなんか異動になったよっていうふうに言われて、なんか今年のね4月に異動になったらしいんですよ。で、僕去年の12月にその会社を辞めてるんで、あと4ヶ月我慢すればよかったのにねみたいな、辞めずに済んだのにねみたいな、
話をされたんですね。でまあその他チラチラとまあ喋って、今の会社どうとか、元気でやってるみたいな話をまあチラチラと喋って、でまあじゃあまたねみたいな感じで終わったんですけども、でその映画きっかけでその前に勤めてた会社のことをまあちょっと思い出してたんですけど、そのパワハラをしてきた元上司、パワハラって言ってもね、なかなか定義が難しいと思う。一般的にはその職場の中における地位とか、立場の高さを生かしてその後輩に苦痛を感じるような命令を出すっていうことをパワハラっていうらしいんだけど、これはね、僕の勝手な予想なんですけど、多分その上司、僕をなんかその貶めようとか苦痛を与えようっていう意図はね、多分なかったと思うんですよ。今思えばですよ、今思えばの話ね。その当時っていうのは結構大変でした、本当に。僕ね、その実際にその体調を崩しちゃって、朝出勤するときに家の玄関まで行くと手足がしびれて吐き気がするっていうね、症状になってしまったことがあるんですよ。僕自身の意思にもう体がついてこなくなっちゃったから、もうどうしようもなくなったのね。まあ、だからあれなんだけど、多分ねその元上司は僕にパワハラをするっていう意図はなかった可能性があるんですよね。じゃあなんでそういうことが起こってしまったのかっていうと、これはね、その会社に限らず、その学校の例えば部活とか、家族とかでもね当てはまると思うんですけれども、目上の人っていうのは自分が過去にした成功の経験、うまくいった経験とか、あるいはその自分がそのさらに先輩に教わったことだから、それが正しくて、自分の後輩、あるいはその親だったら子供にも同じ教えを説いてうまくいかないみたいな、よくあるじゃないですか。例えば両親が医者だからお前も医者になるんだぞって言って、で実際にその親が医者になるまでにしてきたその行動とか勉強とかっていうのをそのまま子供にも同じようにやらせようとして失敗したとか、その子供がグレたみたいなパターンって結構聞くじゃないですか。ただその親っていうのはその方法で実際にうまくいってきた、その今まで成功を収めてきたから、それと同じ方法を取れば子供も成功するっていうふうに思い込んでしまってるんですよね。まあ、あと他にはその部活だったら、俺は先輩からはそういうふうに教わってきたから、あるいはここの部活っていうのはそういう伝統になってるから、その伝統の通りにお前もやれみたいな、でそれが合わなくて失敗するとか、辞めるとか、あとなんだ、そのいじめにつながるみたいな、その受け取り側のあれにもよるんだけどね、そういう事例に今回近かったのかなっていうふうに思いましたね。毒をねしっかり利用して、水ドロップを作っていきます。分割が、下手くそまあ抜けるでしょう。あ、じゃあ抜けないわ。水吸収が何言ってんだ。で僕思うのは、この手の問題で一番たちが悪いのって、その教えてる側の方が実際にその方法で成功してきたから、もうそれが正しいんだ、実体験としてそれが絶対に正しいんだっていうことを信じて疑わないことなんですね。言ってること分かりますかね。だからね、悪気一切ないんだよこれがタチ悪いなって思ってて、まあ皆さんのね、その親とか、まあ、上司がどういう人間か僕ちょっと分かんないですけども、そういうことって結構あるんじゃないかなって。なんならそれを言われてる自分が気づいてないパターンもありますね。なんか
うちの親がとか先輩がそういう風に言ってるから、なんとなくそれが正しいんだろうなって思って自分もその通りにしてきてるみたいな。なんでそれが正しいのかも全然自分の中で明確になってないのに、ただ言う通りにしてきただけみたいな人って結構いるんじゃないかなって、いると思うんですよね。ちょっと待って、これ一旦水を呼びたいな。あ、聞いちゃったまあだから自分の成功体験とか、あるいはその長年の経験から来る思考っていうのを表に出すのは僕は全然いいと思うんだけど、なんていうのかな、それにとらわれてしまって頑固になってしまったら良くないですよね。いや、これ10コンボいってないからさすがに抜けないよな。あ、無理だな。まあまあ、だらだらいきましょう。10コンボいってたら多分ね、抜いたね。自分が今まで見てきた世界っていうのが全てじゃないぞと。世の中にはいろんな考え方とかいろんな方法っていうのがあるから、あるんだぞっていうことを前提で行動しないといけないなっていうふうに思いますね。僕は結構、皆さんからどう見えてるか分かんないけど、自分の考えっていうのをやっぱ言いたい、世に知らしめたいっていうとちょっと大層だけども、まあ、あるいはただその自分がただ単に喋るのが好きなだけかもしれないんだけどね。ただその自分の意見考えっていうのを押し付けるだけじゃなくて、僕はこうなんですけどあなたはどうですかみたいな、そういうスタンスをね心がけているつもりです。僕はその上司とか、まあ僕の親もね結構そういうタイプなんですけど、そういう風にはなりたくないなっていう、まあ、その反面教師じゃないですけども、そういう風に見てるんで、それをね、避けるためにできるだけこう他の人の意見っていうのも聞くように、積極的に自分から聞きに行くように立ち振る舞ってるつもりですね。ちょっと頑張ります。ここは追い打ちと無効貫通を組みます。75% 減だけど、まあ、悪魔キラーいっぱいあるからね、ちゃんと決めればいけると思うんだけど、よいしょ。ちょっと待って。いや、つながりそう。下手くそ。しかも追い打ち組めてないし。きれい、これは。7コンボちゃんと組んで追い打ち決めてたら絶対倒すのな。まあ、盤面に水がたくさんあるので無効貫通組みましょうか。ひどかったな今の。地味に落ち込んなしと目覚めが相性いいな、これ。いいよいしょ。分割でいこうかな。本当にだからその上司とか親みたいに自分がもう絶対に正しいと信じて疑わずにこう自分をひたすら押し付けていくような人間にはなりたくないなっていうふうに思いましたね。だからある意味その人と一緒に仕事できてよかったですね。今僕が言ったような考えっていうのを持たずに、もしかしたらこう大人にっていうか、もう別にいい、僕もいい年なんだけども、こう YouTube 活動をする上でもね、結構その経験って反映できてるんじゃないかなっていうふうに自分では思ってるんで、まあ、ある意味良かったといえば良かったですね。これはチェルンで、うわ少ねえな、列の方がいいよなこれ多分。お前今日何回ガリガリ言ってんだ。上の方で分割して7コンボにするか。あ、でも1コンボ増えてんのか。あ、まあでもコンボ数稼がないとイベルカードの倍率が出ないからこれ悩ましいね。まあでも、こうして、よいしょ。
で、ここ分割で。どっちがいいんだろうな、これ。普通に平積みの方が良かったのかな。倒せねえし。ひどい、これは。光闇吸収か。これ、だからでも、これ耐えるよね。OK。これで、これ使って、光を消さないようにすればいいのかな。ちょっと待ってね。こうして、列作る。んで、ここをこうして、よいしょ。ちょっと待ってよ。光を絶対組んじゃいけないから、こう。押し込んだよ。OK。危ない危ない。OK。ちょっとグダったけども、なんとか倒すことができました。まあだから僕はやっぱりここフェルケナの方がいいなというふうに思っています。今こうやってグダったからではなくて、まあ何回か使ってみた結果、ここフェルケナの方がまあいろんな場面において強いんじゃないかなと考えているんですけども、まあ皆さんはそうじゃないかもしれないんで、イベルカラの方が強いよとか、あの全然言ってくれて構わないんで、その辺のねちょっと皆さんの意見というのをぜひ聞かせてほしいなというふうに思っています。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。マジックの動画でお会いしましょう。バイバイ。